欢迎来到 C Fashion， 我是主持人的杨子。今天我们来到了东京的下北泽。那下北泽呢，它是分于两个出口，一个是北口，一个是南口。那我们现在在的北口呢，是一个非常的时尚区哦。那在北口附近就集中了上百家的古着店以及 Vintage 的家具店、杂货店。那我觉得喜欢 Vintage 的女孩子们可以绝对在这里淘到一个你非常喜欢的一个，比如说有 Chanel 的 Vintage 包包啊，或者是可以淘到一个非常经典的那种鞋子啊什么的。那我觉得除了购物以外，在这边还可以吃到很多有机蔬菜做的那些好吃的点心啊，或者是有还可以看一个小电影啊什么的。那非常适合来这边度过一个愉快的周末。ね、今日買い物ですか？あ、はい、あのお母さんとブラブラしに。お母さんと、はい、よくこちら来られるので。今日2回目です。あ、そうなんですね。普段はどの辺にしてるんですか？普段は原宿とか高円寺。すごいおしゃれだから。いやいや、ありがとうございます。中国の皆さんに、なんか日本のファッションをお届けする番組なんですけど、よかったら今日のコーディネートのなんか、はい、テーマとか教えていただいたら。あ、はい、こっちに。はい、今日はヨーロッパのヴィンテージのワンピースなんですけど、個人的に中世ヨーロッパをイメージしたコーディネートにしてます。すごい。じゃあ今日のコーデの中で一番お気に入りのアイテムとか。アイテム、この母のヴィンテージの指輪ですね。こっちもなんですけど、ヴィンテージがお好きなんですね。あ、はい、なるほど、はい。じゃあこの夏、はい、ちょっと欲しいアイテムとかありますか？欲しいアイテム、ガニーサックスっていうブランドの、ガニーサックス、はい、のワンピースが欲しいなって思って。どういう雰囲気なんですか？なんか こんな感じの。この辺です、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。